初代順遺団シサージョン・エバレット・ミレーは19世紀のイギリスの画家、ラファエルゼン派の一員に数えられる、ミレーと表記されることも多い。1854年頃の写真1829年にイングランド南部のサザンプトンにバグ製造販売業者の息子として生まれる。幼少時から優れた画才を示し、彼の才能を確信した両親は、 息子に優れた教育を与えるため、1839年ロンドンへ転居する。11歳の時、ロンドンのロイヤルアカデミー付属美術学校に史上最年少での入学を許可され、1846年にはわずか16歳でロイヤルアカデミーの年時点に入賞する。この頃ミレーは同じロイヤルアカデミーの学生であったウィリアム・ホルマンハントや、 ダンテ・ゲーブリエル・ロセッティラと共に、アカデミーの創設者のサージョ・シワ・レノルズが100年も前に、確立した教育方法に対し不満を抱くと同時に、当時の画壇への反発を募らせていた。1848年、彼らは、ラファエル・ゼンパを結成する。ラファエル・ゼンパに、思想的な面で影響を与えたのは、同時代の思想家であり美術批評家であった、ジョンラス・キンであった。 ラスキンの芸術は自然に忠実でなければならないという主張はラファエルゼン派が作品を創造する上でのモットーとなった。ミレーがこの革新的な画法で描いた最初の作品がロレンツォとイザベラである。1850年に制作された両親の家のキリストには痛烈な非難が浴びせられたが、1852年のロイヤルアカデミー展に出品された。 オフィーリアは非常に高い評価を獲得した。1853年、ラファエル・ゼンパがマスコミによって攻撃されると、ジョン・ラスキンはタイムズ市場でラファエル・ゼンパを擁護する論人を張った。感激したミレーはすぐにラスキンへ礼状を出している。礼状が届いた午後、ラスキンは後にミレーの妻となる、ニーズマのユーフィミアを伴って、ミレーを訪ねたと言われている。 1852年、ミレイは、ユーフィミアをモデルとした、女体や、ジョン・ラスキンの肖像を制作し、ラスキン夫妻との信仰を深めていった。ラスキンとの不幸な結婚生活に耐えきれなかった、ユーフィミアはミレイに惹かれ続け、1854年、ユーフィミアは、ラスキンとの結婚は、実質のないものであったとする婚姻無効の訴訟を起こした。しかしながら、当時は、 妻が夫を捨てるようなことは、極めて稀で、ユーフィミアの行動は、恥ずべき行為であると受け止められ非難された。1855年にミレイとユーフィミアは結婚するが、ミレイを長愛していた、ビクトリア女王は、ユーフィミアの越見を拒否し、以後ミレイに、肖像画を描かせることはなかった。1856年、ユーフィミアとの間に第一子が生まれる。この頃ミレイは、 落ち葉などのメランコリックな特定の主題のない作品を制作するが、画商やコレクターなどの評価は以前の作品と比べると決して高いものではなかった。決定的な危機が訪れたのは1857年のロイヤルアカデミー展で浅瀬を渡るイザンブラス卿を発表した時である。この作品は馬が騎士に比べて大きすぎるという点で不評を買ったのみならず、 この作品を嘲笑したカリカチュアが新聞に掲載されるなど、抽象の的にすらなってしまった。離婚後も、レ来を擁護し続けた、ラスキンまでもが、手のひらを返したように、単に失敗ではなく、破局であると手厳しくミレ来を非難した。結婚後8人の子供を養わなければならなかった、ミレ来は、ゴシリング効果よりも、小さな部分を描くのに、 1> 丸1日費やすわけにはいかないと考え、これ以後、ラファエル全派の厳格な理想から徐々に遠のいていった。1860年に展示された、ブラック・ブランズ・ウィッカーは、当時の人に訴えかけるようなロマンチックな主題と、衣装のひだの美しさで好評を博し、未ーは失いかけた名声を取り戻した。以後は一貫して、大衆の好みを意識した作品を描き続けた。 1863年にはロイヤルアカデミーに出品した初めての説教が最も人気のある作品に選ばれ正解員として選出される。この初めての説教でイギリスに少女画ブームが巻き起こった。ミレーは少女画を描くにあたって、ただ微妙で静かな表情のみが完璧な美と両立する。誰が見ても美しい顔を描くなら、 人格が形成され表情が決まる前の8歳前後の少女が一番良いと語っている。ファンシーピクチャーとも呼ばれる子供を描いた絵で人々に広く愛され、彼の孫息子を描いた代表作の一つ、シャボンダマはカラーでイラストレーテッドロンドンニュースが見に掲載され、後に石鹸の広告としても使用された。ミレーは肖像画家としても成功し、ディズレーリア、 ディケンズラ当時の著名人の多くが彼に肖像画を依頼した。1896年、ロイヤルアカデミーの会長に選出されるが、その年の8月に他界した。死の数日前に、ミレイは、ビクトリア女王から、何かできることはないかという伝言を受け取る。ミレイが妻ユーフィミアの越見の許可を願うと、女王は、聞き入れ、越見が許された。ユーフィミアも、ミレーの後を、 追うように、翌年12月に他界した。オフィーリア・ミレイ自身を呼び、ビクトリア朝の最高作と名高い、この作品は、1862年のロイヤル・アカデミー展に出品にしたもので、シェイクスピアのハムレットのヒロイン、オフィーリアを題材にしたものである。川の流れに仰向けに浮かぶ少女のモデルは、後に、ロセッティの妻となるエリザベス・シダルである。夏目漱石の小説。 草枕にこの絵に言及した箇所がある。また、日本画家の山本球人がこの絵画の影響を受けた、水の上のオフェリアを描いている。たた数ありがとうございます。